オープニングはいいや。じゃあ、あの前回ねちょっと動画が消えちゃったんでハックル紹介ねしたいと思います。僕の方はもう前したんで、彼のわーちゃんの紹介しましょう。さあ、エメラルダス MX83ML、 リールがやばいやつ、ルビアス20のルビアスだったっけ、20ルビアスの LT、 軽さが150g ぐらい、やば軽で、えぎ、これあのキラキラ光るやつね、あの例のやつ、フラッシュブースト、流行りのやつ、流行りのやつ、はい、こんな感じ、やばいです彼のタックルは。はい、じゃあちょっとね人は多いんですけどね、避けつつ頑張りましょう。はい、あっち行こう。あっちいな今日マジで。今日わーちゃんをお楽しみください。あのイカマスターのだから釣れたらカメラに向かってフィッシュと。えらいでっかいなと思って。なんか重い海藻じゃないけど引きも強いしと思って出てきたらなんかタコだな、完全にあのこの足広げながらあれタコだな、あ、タコーって、あ、ちょっと大きめのイカ釣れたかなと思ったけど掴んだ
が浅いで上げてポッて置いた瞬間へばりついて逃げてるから。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。